たれてはいけないという強い意識なのか、うん、今の、ね、ストライクの取り方からするとね、やっぱコーナーを狙わなきゃいけないという感じで投げてると思うんですよね、はい、バッター当たり大きいぞ、伸びていく伸びていく、入ったホームラン、別平今シーズン第11号スリーランホームラン、イーグルスのクライマックスシリーズ進出の夢を乗せて大きく大きく弾き返しました。はい、ですね、直線でしたね。だから引っ張れる球という意識でまっすぐ1本、今のね、ワンスリーになった時点でストライクで変化球なら多分見逃してたか、あるいは泳いでたと思うんですね。あ、いい集中力してますよね、哲平もね。このバッティング高めのボールだったんですよ。いや、やっぱりね、コントロールにや、まあ、フォアボールを出しちゃいけないという意識があるんでしょうね。多少そういった部分でボールが浮いた、見逃しませんでしたよね。うん、見事なホームラン、11号スリーランホームラン。 あとはこの後ね、どうやって1点ずつでも取っていこうかなという余裕は出ますよね。そうですね。これもいい当たりだが、どうだ、センターが下がる下がる、入った入った、ホームラン、草野にも飛び出しました、今シーズン6号。またもや1本飛び出しました。ちょうど木林さんからこの後どうやって点を取るのかなと思ってたところで、はい、いや、あのね、まあ、失礼な発言かもしれませんけど、まさかの一発ですよ。そうですね、草野もね、結構こう苦しんできてましたからね。で、まあ、山崎がね、打つんであればおかしくはないと言ったらおかしいんですけども、うん、4番ですからね、うん、だけど4番が倒れた後のこの草野の一発は大きいですね。もう一度ご覧いただきましょう。これも少し高めですよね、まあ、でもね、うん、あの野村監督の言うところの左をそのまま、まあ、草野の場合はね、左でも結果残してますから、ただ左を使ったという普段通りの打順を組んだのがいい流れになってますよね。そうですね、まあ、その流れを生んだのがやはり3失点、その中で打線が援護してくれれば勝てるということです、はい。まあ、調子は決して悪くないそうで、いい球を投げているし前回も悪くなかったと、うん、ただまだまだ経験が浅いので勝負どころが今一つ分からずコントロールミスをしてしまうと、うん、なので今日はこの1球この1球と考えながら、ダブルプレーか、セカンドライナーから一塁に送ってダブルプレー、小坂取ってから早かったですよね。ですね、うん、なかなかね、投げづらいとこだと思うんですよ。一塁ランナーも飛び出しました。よく投げましたね、うん、おまけにね、背中越しにはなるんですけども、やっぱりセギノールもしっかり取りましたよね。そうですね、球数云々で言えばまだ6回7回考えてもいいと思うんですけども、はい、うん、今の失点を含めてね、はい、次の回を一つの目処にしたいですよね、うん、これはセンターにどうだ、抜けない、セカンドが掴んで一塁に送る、アウト、小坂、ここは見せました、ナイスプレーですよ。またもやここは小坂がマウンドの青山を助けました。いや、これね、青山がワンタッチしてる分だけもちろん追いついてはいるんですけども、まあ、あの位置にね、スムーズにやっぱり入ってこれるだけのその小坂の守備ですよね、うん、これは右方向だ、片岡が取った、一塁はどうだ、タッチできない、渡辺直人がしぶとくここは出ました。まあ、今日一番フォア心に合ってるバッターですよね。そうですね、これで渡辺直人今日3安打猛打賞です。まあ、最初の打席のね、バントの失敗というのはありますけども、うん、その後しっかりつないで結果を出しましたからね、はい、うん、一塁ランナーは渡辺直人、これはピッチャーの股の下を抜けていった、渡辺直人は二塁へ、平のこのバッティングもしぶとい。
まあ、さっきの、ね、続きで言えばね、はい、あのフォア足がゆっくりは足上げて、うん、ホームに投げてくるその初球ですか、はい、っていうのがほとんどないんですよ。今のようなクイックをしてくるはずなんですね。なるほど。だそれの間合いが合わなかったんで、もう鉄平はその自分のタイミングではないんで振る気がなかったですよね。それはどれだけいいボールであっても振ってないんですよね。いや、やっぱり振ってないと思います。バッターボックス4番の山崎武史、カウント 2-3。これはいい当たり、持っていったか、入った、スリーランホームラン、山崎武史からスリーランホームラン、第38号。これで大きく流れを呼び戻したか、イーグルス、見事なスリーランホームラン。きれい、この3点。いやー、見事でしたね。これもね、中に入ってくるボールなんですよ、それがね、少し甘くは入ってるんですけど、引っ張ったら詰まるかなというボールをね、ポイント前で打てましたね。いや、見事ですよ。いや、だからそのさっき言ったね、どっかで1本出てほしい、どっか、そのどっかがね、ここは大きいですよ。今までの凡退なんかは消えてしまうぐらいの大きさの一本ですよね。これもいい当たりだ、レフトの頭を越えた、サンドは二塁へ。この当たり、草野さすがですね。今年のその楽天のいい流れのね、象徴っていうのはこう集中だというんですかね、はい、なんか畳みかけるように、うん、積極的にいきますよね。そうですね、野村監督も以前から話しているように、今年は集中打、はい、大量得点が多いと、これがイングルスの今年の強さですよね。本当にね、点取ったらそのイケイケというんではないんですよね、うんうん、絞った中でしっかりと振り抜けてるところがあるんで、はい、まあ、これは主砲の一発っていうのは効いてますよね。高めに来たボールを打ち返した、三塁線が打った、サンドは三塁を回って帰ってくる、打ったバッター林田は二塁へ。貴重な追加点、8-3。変えざるを得ないかもしれませんよね。あ、出ますね、やっぱり。高橋さん、先ほどおっしゃいましたように、このフォア足を、はい、打って下げる、はい、これが見事にできましたね。もう本当そうなりましたね。まあ、言ってみるもんですよね口に出してね、やっぱり。おまけにね、このリンネンもやっぱりね、先ほどの回からももう1打席目から言ってるんですよ、はい、だ高めに浮いてるボール打てば、ある程度結果は出ると思うんですね、はい、で1打席低いボールを手を出して三振してますから、で初球は見逃せましたからね、うん、まあ、でも本当引きずり下ろしましたね、ここ最後にね、本当に、ね、いや、今シーズンこのフォア足に対しては本当に苦しんで、ここ5年間苦しんでしたわけですよね、はい、そのフォア足をこのクライマックスシリーズがかかった試合にしっかりと打ち取りました。チームはこれで10安打、オアシを打ち崩してイーグルス、このまま乗っていけるか。中村正人センターに打ち返します。先頭バッターが出ました、イーグルス、ノーアウトランナー一塁。本当に野球って面白いもんで、そういう流れになってくるとね、うん、先頭がこうやって出る、でこれでまた作戦としてどういう形を取るかは分かりませんけれども、はい、まあ、本当にさっきの5回の4点で流れがキャラッと変わりましたよね。ですけども勉強としてね、そういうものが必要になってきますよ ね、うん、そうですね、今後ね。お、これはデッドボールか。デッドボールもらいましたね、今のはね、うまかったですね、逃げ切ったようで逃げ切らなかったような、そんなデッドボールですよね。当たる寸前までね、我慢してるんですよね。例
ただもうこの渡辺直としてはですね、もうどんな形でもいいわけですし、いやもう必死ですよ、ねえこれでカウント1ストライク1ボールです。打った、これも大きいぞ、どうだどうだ、入った、スリーランホームラン、鉄平この試合2本目のスリーランホームラン、対今シーズン第12号。いやー、鉄平のこのしぶとさ、勝負強さですよね。あーね、1日2日前までね、その結果が出なかったんですけど、はい、まあ、ヒットは1本2本という感じでは出てたんですよ。そうですね、ただ本人が納得しなかったですよ、バッティングに対して。もう今日でまた打率戻してきましたよね。そうですね。でね、そんなにフルスイングしてないんですよ、乗せた感じですよね。彼本来のミートのうまさというんですかね、これは小坂への、はい、正面でした。佐藤もね、いいんで、これはセカンド、小坂から一塁に送ってツーアウト。青山としては今がちょうど120球目ですね。いや、だから経験を生かした今シーズンになったんじゃないかなと思うんですよね。そうですよね。鉄平いい当たり、レフトの頭を越えた、鉄平は一塁を蹴って二塁に進む、心強い3番鉄平。この鉄平の深々とこのヘルメットをかぶって、そして少し目が見えないこの辺りがなんか雰囲気出ますよね。いや、でもね、彼はいつも変わらないですよ。打っても打たなくても変わらないそうですね。いや、本当にね、今日1本目のホームランが出てガッツポーズが出たのはね、久しぶりになんかこう感情が表に出たんじゃないかなと思うぐらい。なるほど。あまり見ない姿ですよね。そうですよね。先ほどのホームラン、そしてこのツーベースには出てませんもんね。これはショートの横を抜けた、鉄平は三塁を回ってくる、ホームイン。山崎武史のこの当たり、これでチーム15安打、12点目そうですね、ここは野村監督に動きましたね。さすがにね、この点差がついたら普段ね、出れないというか、そういった選手をね、はい、まあ、どんどん使いたいですよね、まあ、今後のことも考えてね。山崎武史がこのケースタのお客さんに応えるような形でスタンドに手を振りながらベンチに下がっていきます。4人目ですね、小橋、そして長田、小野寺、そして木村です。いい当たり、取っていきましょう。イーグルスとしてはチーム最多5本目のホームラン、この試合。そして林連は12号。いいボールはあるんですけども、はい、やっぱりコントロールでしょうね。結局変化球でストライクを取れないんですから、まっすぐ行くしかないというんですかね。まあ、いいようにやられてる感じがしますよね。もう手のつけようがない、はい、そういったところですよね。だからリンデの左でもね、やっぱ逆方向にでもスタンドへ持っていけるのが強みだと思うんですよね。そうですよね。引っ張るだけではありませんからね。やっぱり内野に、外野もね、一時期やった時ありますけども、ね、はい、内野に行ってくれるとね、声をかける率が高くなるんですけどね。これはセカンドどうだ、ダブルプレー。いやいやいや、
ですよ。飛んだコースは良かったですよね、はい、まあ、これがねやっぱ小坂を使う理由だと思うんですよ ね、 なるほどね。だから今の低めに投げてね、やっぱりこういうゲッツを取るっていうそういう姿勢が見えればね、十分次もあると思うんですよ ね、 なるほどね、だこれが何も考えずにまた高めにボールが浮くであったりそういうことであると、やっぱりね、こう内容のない投球、これが一番次につながりませんよね。なるほど、うん、ですから今日はもうあの後半は非常にこう意図が見える、うん、投球になってますよね。あの野球でここまで勝ち上がってきたイーグルス、ショートゴロ、最後のバッター片岡、ショートから一塁に送ってスリーアウト。この瞬間に悲願のクライマックスシリーズ進出を果たしましたイーグルスです。いつもとは違ったこの喜び、そしてこのスタンドの大歓声、14対5、ここ最近のイーグルスの勝負強さ、それがこの試合に現れた、そんな感じがいたします。今シーズン最多の2万901人のお客さんに囲まれながら見事な戦いを見せたイーグルスが14対5でまずはクライマックスシリーズ進出を果たしました。一時期は4位で低迷したイーグルス、夏場以降に苦しんでそのまま落ちていくのか、去年と同じような状況になるのか、誰もがそう思った時もありました。しかしここはイーグルスずっと踏ん張ってきました。苦しい戦いが続いてきた中で10月の3日創設5年目で初めてのクライマックスシリーズ進出をまずは果たしましたイーグルス。この鉄平の活躍大きいですね。いやもう今日はね、まあ、鉄平ももうしっかりなんですけども、はい、クリーンナップがクリーンナップの仕事をして、うん、ゲームを勝ったのが大きいですよね。3、4、5できっちりホームランが出てランナーを返してね、このゲームはね本当に、まあ、本当に記念に残るような、そうですね、試合になりましたね。イーグルスとしてはこれで74勝目、チームの最多記録更新中です。そして各選手が本当に喜びいっぱい、これからレフトスタンドに向かっての万歳です。今日は多くの方が駆けつけているということもありまして、ライトにも選手が足を運んでいます。そしてこの打ち上げ花火、クライマックスシリーズ進出を祝う花火が打ち上げられました。そのマウンドを今日踏ん張ったのがこの青山です。大橋との投げ合い、さらに花火が飛び交ってこのケースタが盛り上がります。まあ、記念すべき戦いという話が今出ましたけれども、本当にこのイーグルスにとって印象的に残るそんな試合でしたよね。そうですね、なかなかね、やっぱクリーンナップが全員ホームランを打ってね、はい、まあ、こういったゲームっていうのは、まあ、3本打ったゲームありましたけども、やっぱり毎回野村監督が言われるようにね、やっぱりピッチャーがある程度抑えてクリーンナップが仕事をする、主砲が仕事をする、すればやっぱゲームっていうのはね、自然とこういい波でやれると思うんですよね。そのイーグルス求めてきた戦いが今日は見事に披露されました。1回の裏の鉄平のまずはスリーランホームランから始まりました。その後山崎武史が倒れた後の6号の福佐野のソロホームラン、5回の裏には流れを変える山崎武史の38号スリーランホームラン、そして6回の裏の鉄平の12号スリーラン、そして林田にも飛び出しました12号ツーラン。イーグルスとしてはチーム最多記録の5本のホームランを放っての勝利です。その勝利でクライマックスシリーズ進出をまずは決めましたイーグルス。草野の喜びの表情が捉えられています。
いっぱい呼んじゃってください、もう今日は何人がこのいっぱい呼んじゃってください、そうですよね、はい、その喜びをもう存分に表してほしいですよね、うん、本当に多くの選手が今からヒーローインタビューのお立ち台に登ろうとしています。